異人がいる。 え? どこ? そちら!おら! わ! このアイコンはいただいていくぜ! 待て! まったく何やってるんだよ! アイコンがなきゃゴーストチェンジできないんだぞ! 分かってるよ! ガンバはお店の裏側に逃げたみたいだ! 早く追え! あのアイコンを絶対取り戻さなきゃ! ものども、姿を現せ! お前たちが、どれだけ元気があるか、試してみたい。俺様が、大きな声で、オースと言ったら君たちもそれに負けないくらい、大きな声で、オースと言い返せ。わかったな。 わかった、子供たちは返事だ! 声が小さい。わかったな、返事! それでは行ってみよう。会場に集まった! ちびっこ諸君! オース! あれはもっと大きな声で! オース! もっと大きな声で! オース! よーし、だんだんと声が出てきたようだが まだまだ! サボっている子供たちが何人かいるようだ 今からいくつかのグループに分けてみたいと思う まずは男だ、手を挙げろ よーし、手を挙げろ 女の子はお休みだ、では行くぞ 会場に集まった男の子諸君! オース! よーし、男の子はなかなか元気があってよろしい では次だ! 会場に集まっている女の子、手を挙げて 女の子、手を挙げろ よし、手を挙げていこう 人数は少ないかもしれないが 君たちも大きな声で頼むぞ 会場に集まった女の子諸君! オース! よーし、女の子元気があり、そして可愛らしくてよろしい では次だ 会場に座っているお父さん、お母さん、手を挙げる 手を挙げる あんたも手を挙げる 大飛び出るんじゃないぞ よし、手を下ろせ お前たちも参加するんだ では行くぞ 会場に座ったお父さんに、お母さんに、おじいちゃんに、おばあちゃん オース! 意外と元気がある、友達 だけど声が汚すぎる、大丈夫か、お前大丈夫か。どうやらこの会場に集まった人間の子供たちはなかなか元気があるということがよく分かった。次はな、実際にお前たちの能力を調べたい。今から何人かの子供たちをここへ選び、そして我々の仲間になれるかどうかテストを行いたい。そこでお前たちに質問だ。 我々の仲間になりたいちびっこ、手を挙げてみろ。後で読み上げるわけよ。じゃあ、移動一番だけど、お前、こっちへ来い。こっちへ来い。こっちへ来い。靴をちゃんと履け。他にないか、仲間になりたいちびっこ。僕は、私は元気がありますよね、ちびっこだ。 後ろの方から。じゃあ、そこの黒いシャツを着た君。君だけ。いけるか? よし。
私だけど大丈夫か。あ、気をつけろ。では特別にあと一人だ。仲間になりたいちびっこ手を挙げろ。たくさんいるな。靴履かせましょう。靴ないの。靴操作お母さん大丈夫か。かわいらしい。ガラス踏んで怪我したら大変じゃないですか。それ分かってるんだけどな。大丈夫かな。責任取れるんですか。大丈夫でしょう。結婚しなくちゃいけないんですよ。やかましいよ。笑われてしまってよ。よし、こっちへ来い。よし。よし。よしよし、よく来てくれた。諸君、このちびっ子たちに拍手だ。よし。では、またよろしいですか。ちょっと簡単なことね。靴大丈夫か。よし。じゃあ行くぞ。全員気をつけ。ピシッ。休め。大丈夫か。気をつけ。ピシッ。おかしくないか。大丈夫か。休め。どうして笑ってるか。気をつけ。よし。ではな、今から君たちの名前と、そして年を聞くから大きな声で答えてくれ。まずは、はい、行くぞ。どう出るんだ。こんにちは。こんにちは。まあまあまあ、君の名前は何だ。何を言ってるかさっぱりわからない。君の名前は何ですか。何を言ってるかさっぱり。年はいくつだ。何歳だ。3歳。3歳か。よし、よいぞ、頑張ってくれよ。では次君だ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。君の名前は何だ。ミッキーです。ミッキー。かっこいいね、名前が。なんか日本にはない名前だな。年はいくつだ。下見すぎです。そんな長い年があるの。何歳だ。3歳です。3歳かい。ちょっと待ってよ。では次君だ。こんにちは。こんにちは。君の名前は何だ。サウシです。よし、年はいくつだ。5歳。5歳か。よし、頑張るんだぞ。ではな、今から君たちに番号を与えよう。受験番号な。今回は簡単だ。違う、番号と言ったら君たちは端から順番に番号を言っていってくれ。わかりましたか。大丈夫か。いけるか。じゃあいくぞ。全員気をつけ。ビシッ。端から順番に暗号。番号は出てない。番号は数字だ。数字知ってるか。その数字を言うんだ。わかりましたか。よし、じゃあ行くぞ。全員気をつけ。ビシッ。端から順番に番号。分かってないやん。仕方がない。この男の子だ。真ん中の男の子入れ替えろ。あれは必ずできるはずだ。よし、はい、場所変えて、はいはい、こっち来て。君真ん中だ。あっち来て。よし、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 固まってるけどな。
君のお友達の言うことをよく聞いて考えて答えてくれ。な、ならば必ずできる。わかりましたか。そう、じゃあ行くぞ。君分かってるな。大丈夫か。残りてるんだ。全員気をつけ。ビシッ。足から順番に。番号。一戦みずきです。何や、何や、番号や。それが受験番号になる。で、自分名前言うの。番号は数字だ。数字知ってるか。1、2、3、4、5、6と合うだろ。その数字を足から順番に言ってくるが番号だ。どこ見てんの。わかった。分かったら返事だ。はい。よし、そう、ポケット手突っ込むよ。全員気をつけ。ビシッ。足から順番に番号。知ってる意識。何だこれ。自分ずるいわ。面白すぎる。何それ。靴を履いてるから調子乗って仕方がない。反対のちびっこから行こう。君分かるな。行くぞ。全員気をつけ。来て。足から順番に番号。なんで1、2、3、4。言ったでしょ、ね、その小さな数字を端から順番に行っていくのが受験番号だ。分かりましたか。よし、行くぞ。全員気をつけ。ビシッ。足から順番に番号。番号。話聞いてよ、ちゃんと。一の次の数字をお前言うんだ。わかった。一の次は2だ。あ、そして君、君は3だ。名前ちゃうぞ。わかった。じゃあ行くぞ。これが最後だからな。全員気をつけ。ビシッ。足から順番に番号。1、番号。2、いいやろ。どうした、やってるの。どうしよう、君が。いくぞ、番号。3。よろしい、よくできた。おい、お見事だ、お見事。よかった、よかった。しっぽたちの気が変わらないうちにお土産を持ってな、帰ってもらおうな。よしよし、よーよくできた、よく頑張ってくれたな。なかなか君たちは優秀で、そして非常に楽しいチビコばかりだな。今買った我々からプレゼントを差し上げよう。それを持って家に帰ってくるな。今日はたくさんありますよ、隊長。たくさんあるのか。さあ、どういうの持ってみよう。はい、よし、まずはこの、何やこれ、折り紙となんかよくわからん四角いやつだ。これを君にあげような。いろいろ使ってくれ、これもだな。こういうものをもらったら何と言うの。名前や。どこまで笑わすの。ありがとうと言ってみろ。ありがとう。よしよし、これを君にもあげよう。はい、両手で持ってくれ。大丈夫か、これ持ってるか。これも。こういうものをもらったら何と言うの。そうだそうだ、ありがとう。よし、ではな、最後に君にもこれをあげよう。はい、こういうものをもらったら何というのだ。ありがとうが言ってみろ。ありがとう。よしよしよし、ではな、あと最後にな、君たちが汗をかいたらこれをな、タオルで、タオルでな、汗を拭いてくれな。よしな、よし、発達になるのか、これ。あ、お前も持てるか。電気発達になってくるよ。他には関係ないですけどね。